ゴルフネットワーク。皆さん中継見てて聞いたことあるかもしれませんけども、ダブルクロスっていう、こういう言葉があるんですけどね。これ僕もね、あんまり現役の時聞いたことなくて、これ最近の言葉じゃないかなってちょっと思ってるんですけど、これね、ダブルにクロスするってこう線が交差するとか、そういう意味なのかなと思って、しましたけど、僕辞書で調べたら、これはこういう意味があるんですね。これ裏切り、グリーンがありますよね、こうやって。まあ、選手はまあ状況によって応じてフェードとか、ドローとか打っていくわけです。まあ、この人はフェードを打ってこう狙いたいとプランするんですけども、実際打ったら裏切られてこっち飛んでいくと。これ逆球ですよね。こう生かす予定が逆にこっち行ってしまった。これをまあ大体、ダブルクロスとどうも呼んでます。これは間違いなくダブルクロスって呼んでるんですけど、逆にこう狙っていくのをこっち行ってしまったのを、どうも向こうの中継聞いてると、あんまりダブルクロスってこれをあんまり表現しないんですよね。だいたいフェードで行く予定が、左に行ってしまったことをダブルクロスと言ってるんで、まあ、もちろん逆球という意味なんですけども、まあ、言葉の意味としては選手の意図と反して裏切られた、まあ、そんなような英語の意味があるっていうのを感じていただけると、まあ、中継もより楽しくなるかなと思います。